にちは。インターンシップ生の野鳥です。皆さんはフェイトグランドオーダー、略して FGO というゲームを知っていますか？ FGO はシナリオ、キャラクター、ゲーム、シナリオなので魅力的なものが多いです。今回は FGO のキャラクターに注目を置いて、皆様の FGO の良さを知ってもらいたいと思っています。今回はマッシュです。性格は真面目でおとなしい優秀な感じです。シナリオでは読書や勉学は数多くしてきたのか、知識は豊富で、魔術や歴史、英雄について主人公に説明するシーンが数多くあります。クラスは唯一のサーバントです。どんなクラスのサーバントに対してもフリーにならないクラスがシルダーです。チュートリアルで初めて仲間になるサーバントです。シナリオでは主人公と一緒に成長しながら各所のサーバントを倒していきます。第6章では大きな成長をして、防具の演出を変化し性能を向上させます。第7章では主人公を最後まで支え、シナリオを読んでる側を泣かせてくれます。 FGO をやっていく中で一番お世話になるサーバントです。ストーリーが2部が始まり、これからより大きな変化があると思います。今回の紹介はここまでさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。